ワニ探してない？アニマルハンター。ワニ見つけてもらってるやん、ほら。あ、どこ行った、どこ行った、どこ行った。遠く見つめ出してる。ちょっと待って、そのワニ私のんじゃない？あれ？おる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 、向こう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 。どういうロールプレイングなのそれは。わからんわからん、どういうロールプレイング。めっちゃええやん。ちょっとあいつは何、ちょっと待って、わからん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 、何を求めてるのかがわからんけど、とりあえず何の RP なんこれは。お前、ワニ逃げられたって。ワニに逃げられた。すごいな、いにしえの昔、どんだけ昔やねん。ん？何？魔導アーマーだって？まずいな。うわ。うわ。やば。危な。大丈夫大丈夫。俺はなんとか座ってたから。うまいわ。これはうまいわ。これはうまいわ。あまりにも溶け込みすぎてる。素晴らしいな。もう素晴らしいわ。あ、これもうまいよね。うまいわ。NPC 勝ち勢がおる。光の戦車 RP。金のカエルは光の戦車 RP やからな。来た。かわいいが渋滞してる。かわいい。やっぱララフェルめちゃくちゃかわいいな。ちょっと待って、もう、ワニ探してない？ワニ探してる。アニマルハンター。あ、LA。いつもありがとう、ソシ。じゃあね。あ、ごめん、シュトラがおるから。シュトラ、シュトラ。あれ？あれ？別のワニ。あ、ワニ見つけてくれたんじゃない？あれ？どこ行っちゃった？あ、ワニ見つけてもらってるやん、ほら。あ、どこ行った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 。お、カエルがまた物語を紡いでんのか、お前また。ちょっと待って。遠く見つめ出してる。自分のワニがいなくなった、かわいそうに。え、このメンツでいけんの？え、シュトラにヒールしてもらえるってことか。おい、シュトラにヒールしてもらえるぞ。もうこの辺りは永久焦土地帯、ザ・バーンだ。声してんな。この風は、みんな聞こえるか？聞こえる。地上に降りてやり過ごすぞ。オッケー。大丈夫大丈夫、こんなん当たらん、こんなん当たらん。ホームだ。え、食らってんけど。ありがとう、やしとら。癒された、すごい。なんか心も全部癒された。で、ザッパーン。これがザッパーン、大人気のウォータースライダー。ウォーターではない。ヘレトの縄張りが封鎖された。うわ、びっくりした。あ、僕です。これなんとここで避けれます。はい、マジで避けれた。え、道を開け。まるで飛燕の攻撃みたいだったよ今の。かっこよ、飛燕。何あいつ、ディフェクティブドローン。機械やね。おお、行くね。やっちゃうの。
やっつけるわよ。お、かわいい声が。どっか行ったね。どうしよっか。わかりやす。なんかいるね。なんかいるね。うん、怖い。何あれ。はあ、これぐらいかギミックは。大したことないな。お前も。あ、待って待って待って。ああ、お前ずるい、それは。刻むわよ。刻むわよ。かわいいな、リゼも。料理番組なリゼ。その玉ねぎ一体どうするんですか。刻むわよ。何がおもろいね。なあ、何がおもろいねんこれ。隠れ場所。1、2、8、9、10。よし、どこに行ったやろな。どこに行ったやろな。マジどこに行ったやろ。かわいい。かわいい。あ、今キュンキュンした。めっちゃかわいかってんけど。拗ねてる、泣いてる、かわいそう。大丈夫な、もう一回、もう一回隠れんぼしよう、もう一回隠れんぼしよう。よし、隠れんぼしよう、もう一回、ほんなら。はい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 、ほら。1、2、8、9、10。よし。さすがにちょっと、かわいすぎる。キュンキュンするわ。ちょっとキュンキュンすんねんけど。仲直りできた、よかった、よかった、仲直りできた。あれ、ワニよ。危ないもんな、ワニ乗ってたらな。警察も動くよ。止まりなさい、ちょっと止まりなさい。止まった。来た、アニマランダ来た。ちょっと待って、そのワニ私のんじゃない、これ多分私のワニやねんけど。これ警察の人もほら、そのワニ多分この人のなんですけど。え、これ僕が見つけたワニですけど。いやでも私のワニやと思います。返してあげた方がいいんじゃない、返してあげた方がいいんじゃない。うん、ワニ返してあげた方がいいよ。アニマルハンターさんずっと困ってるよ。返してあげ、返してあげ。まさかのパターン来た。羊出た。ワニの代わりに羊。今日あれか、アニマルハンターのサブ系進行してんのか。さあ着きましたよ、トタールのカーに。道聞いてるわ。シンプル。あれ、ちょっと、駄菓子？駄菓子？妖怪が、妖怪がおる、妖怪がおる、あ、妖怪逃げてる、あ、妖怪が、羊ちゃんってあれ、駄菓子。おい、駄菓子。やっぱアジムステップといえばやからな。いや、シトラはもう、シトラ一番可愛いもんだって。あれ、あ、話聞きに来た。多分あの妖怪じゃない？でもジェンクシーに行っても分からへんぞ。あ、どうも。ジェンクシーに行っても分からへんやろな。ジェンクシー気づいてないもん、毎回。やっぱあやかしがはびこってるからな。警察の人も忙しいやろ。おいおい、おったって今。あそこにジェンクシー、ジェンクシー。何やねん。やめろ、その子に手を出すな。大丈夫か。大丈夫か。よかった、君が無事ならそれでいい。かわいい。かわいい。じゃあな。
君もありがとう。ご協力感謝します。マジで可愛いな。何してんねん、ほんで。こっちはこっちで。アニマルハンターさん。そこの冒険者の方。お、このくらいのサイズのワニ見かけませんでしたか。このくらいのサイズね。見かけてないっすね。警察の人も来て、探してきます。お力になれず、すいません。あれ？あれ？おる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 よおるよ、向こう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 。さあ今から会議か。ドマと帝国の和平を潰したのもゼノスを語るアシエンの関係によるもの。黒幕さえ打倒すれば和平の目も出てくるやもしれん。逆に言えば戦乱を煽るアシエンを倒さねば平穏の未来はないということ。国境の防備を固めつつ情報戦を挑むぞ。ではならない。なんだ。歴史を変えなければならない。歴史を変えなければならないって言ってるから誰だ。今再び霊災の時、停滞の光、姿なき死がはびこらんとしている。二つの破滅を退けるは難事なり。何時なり。おい、どうした。あ、何か聞こえる声。敵の干渉か。いえ、それらしき気配は何も。ハイデリンでは何も。悠久の時を経てここに時空を越えよ。え、我にその門を開け。なんかこれと似たような感じのんは闇線、闇線の時に別の時空ってことは闇線のサンクレット殿、もう一個の世界があるってことか。これこれは彼を別室に、それから私に同行してきた者も含め治療費を集めてください。サンクレット、今すぐに。え、サンクレットさんはひとまず別室で安静にしていただいております。脈は安定しておりますが意識の方はまだ。一通り皆さんを診察させていただきましたが特に外傷はなく毒物などの反応も出ませんでした。正直何が原因かさっぱりでして。まあ超える力が関係し合いるやろな。おそらくそれは何者かに呼ばれたことで魂が肉体を離れかけたために起きた現象でしょう。すごいな、カネさん。呼ばれたとは。私もサンクレットさんを見させていただきましたが、彼の肉体には魂と呼べるような命の輝きが感じ取れなかったのです。え、何者かは分かりませんが、その声の主が魂に対して何らかの干渉を行った。それが呼ばれたと表現した理由です。サクレットの魂連れてかれたってこと。そんな、だとしたら呼ばれた先はどこだっていうの。残念ながら判断材料が少なすぎて推測すらできません。しかし声の主が常人でないことは確かかと。カヌエ様の言う通り、ただ者の仕業じゃないわ。暁を狙ったアシエン側の攻撃という可能性もある。急いで対応策を練らないとね。いや多分俺が思うに闇線たちがいた世界線の人たちじゃない。干渉してきたのはそれしかないような気がすんねんけど。事態は私の想像を上回るほど逼迫しています。まさか彼があの声を聞いて混沌するとは。あなたも聞いたのね。ええ、おそらくは皆さんと同国に。同じ現象と見て良さそうね。どう、率直に聞くけれどアシエンの仕業だと思う。今の段階では何とも。
推察しようにもあまりにも情報が不足しています。なればこそまずはサンクレッドの容態をこの目で確認したく。アッシンやったらもっと回りくどいやり方すると思う。じゃあ急いでアラミ語へ戻りましょう。その前に少しいいかしら。実は東方のいくつかの地域である現象を感知していてね。それはもしや局地的なエーテル量の低下ですか。驚いたわね。その通りよ。私は東方の2つの地域でそれを観測したのだけれど、もしかしてエオルゼアでも。ええ、万神関連の調査に派遣していた者たちから同様の報告が多数寄せられています。東方とエオルゼア、2つの地域で偶然同じ現象が起きるとは思えない。調べてみた方が良さそうね。なあそれ。では並行して調査をつ…ウリネンジュだけ？声が聞こえます。私を呼ぶあの声が。ウリネンジュ？聞こえる。シトラも？私にも。うっ、みんなかい。何時なり、何時なり。そんな。我に門を開け。開いたらあかんやろ。開いたら連れてかれるやろ俺。え？そんな、また。いや、いやよ。ウリエンジェ？え？ヤシトラ、ウリエンジェ。シトラも？どうか目を開けて。何何何何？目を開けてよ。お願いだから、これ以上私の前からいなくならないで。なんかあまりにも急展開やな。師匠とカエルもやっぱこの異常的に師匠放置してるやん。悪いんだけど、あなたとアリゼにはドマへ向かってもらって、ヒエンにこの件を伝えてほしいんだ。アルフィノのことも心配していると思うし。分かったわ、任せておいて。それじゃあ。あっ、いやちょっと待って、このタイミングで。歴史はならない。時空を超えよ、門を開け。ほら、うわ、これアリゼが。ん？いや、あなたにもまたあの声が聞こえたみたいね。でもどちらとも何ともないわ。よかった。また誰かが倒れてしまうのかと。ほら、一体何が起きてるの。それはあってはならないみたいなことを言ってて、だから一回経験をしてるってことなのよ。で、時空を超えよ。だからこれ未来からのやっぱお便りなんよな。あ、やばい、アニマルハンターがついに力尽きてしまった。アニマルハンター、黙祷を捧げとこう。アニマルハンター、くそー、今日はダメやったか。あなた次ワニ見つかるといいな。よっ、え、連れてかれた。ワニを追いかけてはならない。ワニ追いかけてあかんかったんちゃん。まさかさっきので。ワニを追いかけてはならない。時空を超えろ。時空超えたか、アニマルハンター。